吉田健康は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての官人、吟声者、家人、随筆家、事務所有、浦部兼秋の子、本名は浦部健康。浦部氏の着流は健康より、後の時代に吉田家と称するようになり、江戸時代以降は吉田健康と通称されるようになった。また出家したことから健康方針あるいはタに、 健康とも呼ばれ、中学校国語の検定済み教科書では、健康法師と表記される。さらに、近年の研究によって長い間通説とされてきた、浦部氏着流の出身とする系譜が、後世に捏造されたものとする有利説が出ている。日本三大随筆の一つとされる、つれずれ草の作者、科州に、健康法鹿集。 通説では、浦部氏は古代より牧船を司り神技官を出す神職の家柄であり、父金明も吉田神社の神職であった。母や少年は明らかでないが、一般には公安六年頃の出生と考えられている。堀川家の家しとなり、昭安三年に五二条天皇が即位すると、天皇の聖母である聖家門院が堀川愚子の娘であったことから六位倉人に、 認じられる。従五医も、左平さにまで昇進した後、30歳前後に、出家頓生するが、その詳細な時期や理由は定かでない。つれずれ草に最初に注目したと言われる、小鉄の過論書、小鉄物語、以来、五田法王の死を悲しんで発信したとする説も、あったが、1324年の法王崩御の遥か、前である三百十三年内しそれ以前には、 頓ンしていたことが文書から確認されており、高ウ法業契機とする説は現在では否定されている。法名としては、俗名を音読した健康を名乗った。出帰した後の健康の生活については修学院や、比叡山横川などにこもり仏道修行に励む、傍ら若に精進した様子などが、辞書から伺われるが、あまり明確ではない。 鎌倉には少なくとも二度訪問滞在したことが知られ、鎌倉幕府の御家人で後に執権となる金沢貞明と親しくしている。その時、現在の神奈川県横浜市金沢区の上皇寺の境内に世があったと伝えられる。南北朝時代には、現在の大阪市安倍野区にある西園寺付近に移り住み、製品寺的な暮らしを営んでいたとも伝えられる。聖園寺境内東側に、 健康法師のわらだせきと、健康法師陰性よ理やとの石踏みが立っている。二条ためよに和歌を学び、ためよ文化の和歌四天皇の一人にも数えられる。その英歌は、俗千在集、俗語修異集一宗、風画集に、計十八種が収められている。また、三分で、施策や見分した出来事を記した、つれずれ草は、室町時代中期以降、高く評価され、現代においても、 文体や内容が文学的に評価されているだけでなく、当時の社会風潮などを知るための貴重な資料ともなっている。室町幕府の九州短大である今川貞代とも文学を通じて信仰があった。また晩年は当時の足利氏の出事で、名高い武家家人でもある、孔諸直に接近した。昌平三年、昭和四年末、諸直が、 修行当院金方に対し仮義の着用の規則を、尋ねる際に、諸直の使者として使わされている。没年は、大日本資料書印の所持加古帳秀才、法根合院加古帳の記載や、十七世紀中央の大和田義級、つれずれ草古根章の印伝承により、官能元年、昭平五年四月八日ともされ、また遺説として、当院金方の、その太歴は、 官能元年2月15日に、健康が伊賀国名張郡国見山にて死去したとする記事を載せていることからこの日とする説もあったが、これらの日付以降の活動を示す資料が複数指摘され、その中で最も遅いものとして1352年8月の後不公園因伝五百種奥書きに名前が見えることから、現在の通説ではこの年以後と考えられている。 健康法師の青年の公案6年というのは、官能元年を没年とする伝承の一部に教年を68と記すことからの逆算であるが、特に否定する資料が発見されていないことから、おそらくこの頃の生誕とされている。国文学者の小川武雄は、健康の父とされる浦部兼明、兄弟とされる浦部兼雄、ジペンラト健康との血縁関係は、 同時代資料では全く確認できず、さらに戦国時代の吉田兼友が唱える以前に、健康が浸透家の浦部氏の出自であることを述べた者はいないとした上で、浦部氏は神技官の家柄以外にも、地方の武士にも同性の者がおり、その中には成功によって感触を得た者もいたことを指摘し、今日通説とされる健康の経符や経歴は吉田兼友による絶像であり、 実際の健康は、出自も小国も、不明。仮に、浦部氏であったとしても、吉田神社とは、無関係である、とする説を主張した。小川は、小鉄物語に、健康が、滝口の武士であったと記していること、金沢貞明とのつながりから、健康防止は、滝口の武士として朝廷に仕えた、または、金沢家の悲観を務めたりした経験を持つ武士、 呂部健康の出家後の姿であると結論づけている。軍記物、太平記末期21での演唱代筆した話が知られる。室町幕府の執事高志家は、自重局という女房から縁や高笹の妻が美人で、あると聞いて、急に恋心を起こし自重局に取り持ちを頼むが、うまくいかない。一層思いを募らせたもロナは、健康と引ける農書の遁制者に、 縁書の大作をさせ、死者に届けさせる。しかし、方眼の妻は、その手紙を開けもせず庭に捨ててしまったので、諸直は怒って、健康の屋敷への出入りを禁じてしまったのだという。ただし、太平記の健康法師、孔諸直、縁や方眼に関する記述は、客色が多く、そのまま歴史的事実とは考えられない。太平記では、 このように和歌に無教養な人物として描かれる、諸直だが、実際は、自作和歌が、直線州、風川歌州にいる、戦するほどの武家家人であったという点でも、史実と異なる。この創作は、江戸時代の金本、中心蔵を代表として、後世の芝居や小説などの素材に数多く、取り上げられ、健康の恋の道も飽きまえた、意防止としてのイメージを形成する上で、 大きな影響を与えている。ありがとうございます。